本日のお便り、お願いします。神奈川県は小柳翔太さんからいただきました。ありがとうございます。本人ですか？はい。最近チャット GPT なるものが流行しておりますが、流行ってますね。あれどうやら AI の力を駆使して、はい、様々なことができるようです。その中でも作詞もできるという話を聞きました。はい、なるほど。ゆうやみのメンバーたるもの、はい、ボーカルの作詞が見分けつかなければ、はい、作詞家の意味がないので、もし間違えたら即引退で、やばっ。ということで今回はこれ、小柳の歌詞、チャット GPT の歌詞間違えたら小柳即引退スペシャル。言えばバリモンサーパパパパーン。以前ですね、小柳の歌詞なのか、はい、誰の歌詞なのかっていうありました、ね、あの一応動画あったんですよ、はい、で今時代は進みですね、はい、ついに AI があの作詞できる時代になったことですね。すげえな、これも有識時代ですよね。まあそうじゃない。だからそうなった場合ですね、あの、まあ、歌詞を書いているもの、もうこれチャット GPT でいいじゃんってなってしまったら、はい、あの必要ないんで。確かに。だからそれが小柳の歌詞なんで、ちゃんと見極められる人間がそばにいないので書く必要ってもないんで、今回はあの戦いというよりは、はい、チーム戦です。ああ、なるほど。今回は4ジャンル持ってきました。4ジャンル、ジャンル、はい、で、一人一人がそのジャンルを選んでいただいて、今回その問題に対して一人が答えます。あ、なるほどね、はい、はい、どれが小柳の歌詞かっていうのを当ててもらいます。もう当たり前に分かると思うんですけど、はい、もう一人でもチャット GPT の方小柳って言ってしまったら、はい、僕は即引退です。ただでも別に俺的にはもうイージー問題。あ、そうだよ。正直やってて舐めんなって感じ。あ、そうですよね。それではやっていきましょう。ファイア。それではジャンルを発表いたします。あ、今回なんか前回はあの文読むだけだったんですけど、うんうん、それさすがにあの芸ないんで、うんうん、ちょっとあのジャンルによってはちょっと華やかになってます。華やかに、はい、だからいろんな、この間とちょっと違う感じです。なるほど、はい、まず一つ目がですね、はい、短歌。短歌、あ、そうです、はい、日本古来の歌詞といえば短歌だ。五七五七七、はいはい、の、まあ、私が考えた短歌、どちらかってください。そういうのね、はい、もう一つがドレミの歌替え歌。替え歌、童話なんちゃら、ドレミの歌替え歌。ドバドナツのどの、はい、で、もう一つがラップ。ああ、ラップ、まああるよね。なるほどね。で、もう一つが夏はポケモン。夏はポケモン。映画見に行く。夏はポケモン、はい、夏はポケモンです。この4ジャンルで、はい、言います。はい、自分の担当ジャンルだけ一回決めて。なるほどね。だいぶ全部違うね。ポケモンだよね。いや、ラップじゃない。逆にポケモン、夏ポケね。サトシだから、いや、サトシせるよ。夏はポケモンにしよう。夏はポケモンにする、うん、じゃあ、はい、夏はポケモン。ゆうまさん逆にラップにしましょうよ。え、ラップ教養あるやついないの？でもユーマはそのラップ俺のやっぱその癖とかも見てるからあるんじゃないですか。まあそっか、あー、まあまあそういった意味ではまあいいかも。挑戦しましょう。ラップで、じゃあ、はい、ラップで。じゃあ俺国語の成績良かったから短歌でいきたい。ダルミの通り、国語、言語だったから俺ちょっと短歌無理だ。わかりました。はい、じゃあどれからいきましょうかね。どれでもいいですか。どれでもいい、はい、どれでもいいですよ。イージーそうだ、やっぱ俺とドレミの歌から言ってみよう。あ、まあ、なるほどね。多分ね、みんな知ってる歌、みんな知ってるから。あ、よし、ちょっとドレミの歌からまいります。こちらのやっぱそのドレミの歌、まあ童謡みたいなところあるんで、はい、あのいっちゃ有名なところ、はい、動画ドーナツの動、はい、そこをあの歌います、今僕が。お、なるほど、なるほど。だから A パターン、B パターン歌うんで、なるほど、2択、2択です。あ、どっちが小柳の歌詞かやってください。で、相談しちゃダメってこと。まあそうだね、これはまあチーム戦であるけど、卓球、あー、卓球のスタイル。よし、じゃあこれは、まあ、特にあの桶とかないんで。わかりました。あの手拍子だけちょっとしてもらって。わかりました。はい、だってこれ一応その一つを見て俺を当てるというよりは若干寄せてる部分とかもあります。チャット GPT 側にね、はい、チャット GPT のフィールドでも戦ってる時あるんで。なるほど。ただその中での俺の癖読んだよねっていう。なるほどね。じゃあいきます。まずはやっぱだ、はい、ドーはドーナツ美味しいね、レーはレモン爽やかだね、ビーはみんな一緒にいる、パーはファイト前向きに生きる、ソーは青い空自由な気分、ラーはラッパ音楽に合わせて、シーは幸せよ笑顔いいね、サウナいましょう、楽しいメロディー。楽しいメロディー。じゃあ名ジャンまであった。あ、ふわり来た。なるほどね。
つめつめだったね。つめだ。これエヴァさんです。はい、あなたですか、ね、うわむずこれ。いやもうこれ直感だと思うよもう、うん、パターン B いきます。これよ問題は。てドアド派手に一枚令和レモンのもう右からそうはかつわいです。こっから自由だね人々の争いとラーはライジングさ死ぬこと幸せかさあ歌いましょう。でんでてんまあ俺だったらこっちかなってのはあるけど、いやもう一択な気がするけどね。本当ですか。難しいとこだけどね、本当に。チャット GPT が結構謎いんだよな、結構本当に変なんだよ、ね、実情知らんからな。じゃあ答えを見ていきましょう。俺の方を当ててください、はい、どっちが俺のだったか A か B どうぞ。 A で A。 はい俺B だったけど。どうもドーナツ美味しいね、令和レモン爽やかだねの方が俺、ね、俺だったってことだよね。これもうなんか人工的に生み出せる爆笑じゃない気がしたんだよね。なんかだからそのチャット GPT そのバグに近いみたいな、うん、B は AI にできんのかっていう感じ俺は。ほんまにそうだ、ね、AI なんかに。いやなんかその、まあ、歌詞でふざけるっていうか笑いにするっていう点では、うん、B だと思うんですよ。その、うん、翔太がやりそうな、ちょっとね、上級を意識してるというかって思うけど、ラーはライジングサンだっけ。ちょっと幼稚すぎるな。ラーが引っかかるちょっとラーが引っかかるな。あんな割愛しといてラーはライジングサン言いたいんかいっていう。そう、あれだと思うけど、まあ、なんだけど急に来るの。急に来るんかいなんかもう人々がどうのこうの言ってるラーはライジングサンかいっていうね。つめつめにする感じ。つめつめボケ。そう、つめつめボケで、で、最後に楽しい メ, なんかしいメロディー。これチャット GPT がやり始めたら、まあもうチャット GPT でいいもんね。これができるんだったら、ね、答えを発表します、はい、今のドレミの歌替え歌、はい、どちらが小柳の歌詞だったの、はい、答えは B の替え歌インター決定弟の手によって。ありがとうございました。いやマジかよ。いやそうで B だったよな。はい。僕はもう引退しました。ああああ。まあでもまだ返してくださいよ。それで他のメンバーが当てたら。はい、まあ新人だもんね。そうそうそう。まあ、付き合い長いよ付き合いはさ。そうそうそう。まあでも一応引退してます。一旦今引退しないしない。一旦今引退してます。引退も視野に入れてると。いやもうしてます。引退してると。はいもうしてます。引退済みね。どう。短歌むずいんでしょ。短歌むずい。短歌はあの分かりやすいようにですね、あの一応その一枚絵と文字、ああなるほど、書いてきてます。短歌言っといてもいいかなと。じゃあ本当いきますか。はい、短歌当てれたら、でも俺的には難易度高いの当てれたら、まあ確かに結構引退回避おおかもしれない。じゃあまずはパターン A から、はい、画像にしてきてます。はい、こちら夕霧の立ち込む空と輝きの刹那とならん心散る間に。ちゃんとしてるな、うん、全然。これがパターン。はい、じゃあパターン B。 はい、春の風優しく吹くや花の舞い心は静かみにいつまでも見とれ。うわ難しいこれ。確かにむずいなこれは。短歌って無限だなっていう。いやほんまにそうよ、本当に何でもできるから。字余りも字足らずも別に味っちゃ味っていうかさ、うん、AB、はいはいはい、どちらか俺のかです、うん、まあどっちかもう確実にチャット GPT ですから。いや当ててほしいな。これ間違えられたらちょっと本当に。夕霧が A、うん、春の風が B でございます。いいですか。はい、じゃあ小柳の方はどっちの短歌でしょうか。 B です。おお B。 春の風の方。春の風、あの、うん、優しく吹くや花の舞い理由、うん、すみません。やっぱ字余らすテンプレというかは一番最後じゃん、はい、はいはいはい、心の散る前に、うんうん、心は静かみにのところに G 余り、うん、なるほどね、チャット GPT には入れないかな、はいはいはい、あとわしづかみっていうフレーズ、うん、ああ、なるほどね。心をつかみにとか、それでいいところをわしづかむという表現。心つかみ、つかまれとか、いつまでも見とれとかにするのかなと思って。 AI なら、なるほど、ね、AI 程度であれば AI、まあ単価ぐらいだったらできそうだもんな、まあ、一応聞いとくけど。いやでも俺は B かな。俺も B だった。 B、うん、え、A かな。A の方が綺麗
というかさ、そう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 、だからルールにしっかり乗っ取ってる、うん、単語刹那とか、うん、グリーンの刹那好きだから絶対入れてくるだろうこの人って思ってんのよ。いや甘いね。ああ、こちらの単価、はい、どちらが小柳の単価なのか、答えは A の単価引退決定。A かい。マジか。マジかよ。まず夕霧と刹那が絶対に翔太の単語だもん。そうなんだ。そうなん。いやね、翔太好き単語、はい、これは一応その先生に採点してもらう気で作りました。あ、じゃあ本気のやつ。本気本気。それ夕方に立ち込む霧の空とその心、うん、なるほどね、のちょっとその曇りっていうのをちょっとこう表現してっていう。じゃあもう本当いらないからね。今のところでまだまだまだよ。はぁ、はぁ、分かんないよ。まだ分かんない。短歌だって、まだ分かんないから。確かに、うん、まあこっから先、うん、まあ本当にきついかも。間違いない。あ、ほんと、さすがにね。ラップっていうところはさ、ちょっと曲要素あるぞ。そう、要素あるじゃん。じゃあラップいきます。おぉ、ラップ、はい、先にラップ。今回あの音楽に乗せて、あー、いいっすね、歌ってきております。いいや、はい。で、あの以前の動画のあのトモヤンのビート、あ、はいはいはい、一瞬で終わってかわいそうだったので、はいはいはい、今回そちらを流用させていただきました。いや、ラップは顕著に出るんじゃないですか。ベースアイのみんなって、誰スタイルかにもよるよな。さあ、行きましょう。いきます。はい。文字を生成し学習してくぜ GPT、 たこある知識と経験値、いざ尋常に切るぜ動的、いい感じならいいねをし、 1+1 とか ETC、 向かっときこの世の最新ミン、チャー GPT 神の領域。おー、はい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 、これがパターン A です。はいはいはい、普通にそれ、まあ、はいはいはい、まあ、全然成り立ってるというかね、うんうん、じゃあ B いきます。はい。映画館、遊園地、お祭りで食べる思い出とともに、味も残るんだ、子供たちのハッピーな声が聞こえる、こんなにシンプルなものが心休んだ、ポップコーン、ポップコーン、誰もが大好きなポップコーン、サクサクトロトロ食べ、甘くて美味しい。おい、ちょ、前、え？びっくりしたわ、今。ちょっとノリノリで歌ってるだけやん。ちょっと。何？ノリノリで歌ってるだけじゃん、ちょっと。あ、ちょっと、なんかその、ヒントになる。そうやな、ごめんごめん。はい、いや、言った後に。まあ、そんだけちょっと、悟れるかな。そうね。なんか、いや、そうなんだよな。これ、むずいぞ。俺的には。マジで頼むよ、ほんとに。いや、なんで B だけハモリみたいになってるの。そこ2本入ってるな、なんでだとって。いや、でも、はい。お、はい、ではお答えをどうぞ。 A で。 A が小柳です。はい、なるほど。理由やっぱりちょっと、まあね、ラップ聞いたことあるんで、はい、もうレベル高いのは知ってるんですよ、ラップレベルが。ラップレベル、はい、やりすぎのレベルと。だから逆に B だったらちょっと悲しすぎます。ああ、何だったのあれみたいな。そう、やって見せてくれよと。やっぱりレベル高かった A の純粋に、はいはい、もうもらって。いや、それはそうだね、はい、信じて A でしょ。信じて A でしょですね、はい、B は絶対ない。B はちょっと面白で、ちょっとポップコーンやっぱ気になっちゃったけど、でも、いや、ここは戦ってくるだろうって。 いくらなんでもラップっていうテーマにしてるのに、さすがにそれ以外ちょっとひどかった。まああまりに2踏んでないですね、 B は。2踏んでなそんなことしてくるかと、はい、うん、A が AI だったらすごいよ、逆に。 A が普通に聞いてて気持ちよかった、うん、そうやな、うん、だから2個目俺ポップコーンでラップしてって言ってる気がする。ああ、なるほどね。だから何回テーマがポップコーンで、そう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 。 B は絶対ない。今絶対ないと思う。ないです。答えを発表します。はい、はい、こちらのラップ、どちらが小柳のラップなのか、答えは A のラップ。さすがにね、危ねえ。よかったよかった。さすがにですよね。いや、これチャット GPT、 はい、あの、イン踏めません。イン踏めない。あの、1000回くらいやりました。イン踏んでって言っても踏んでくれないんです。ああ、そう、そもそも踏んでって言ってんだ。で、あの、あまりにひどいの来すぎて、はい、まあ、その、引っ掛けとして、ポップコーンで、だから、ニッチの。おー、なるほどね。ポップコーンでラップしてって言いました。あ、そこまで。サトルフェイクね。サトルフェイク。だから、あとはポップコーンとかなんかやりそうだなとか、ちょっとでも思われてたでしょ、ショックだよ。逆に。これで言ってたらとんでもないことだった。ほんと引退でしたけど。まあ、今引退してますけども。あ、まだしてる。はい、まだしてます。そうだね。いっちゃん最後ですわ。うん、結局。はい、夏はポケモン。
からそう、ポケモン何だ、これは目指せポケモンマスターの、はい、あの替え歌ですね。おー、替え歌、しっかりとあの部分を2種替え歌で歌ってます。はいはい、なるほど。だからそれを聞いて当ててもらえれば。ちょっとむずそうじゃないこれ。どうなんだろうね。いやいや、サトシですからやっぱり。まあね、まあね、でもないただそのこの曲ちょっとあのむずくて、うん、歌う。ああ、うん、はいはいはい、はい、なんかあの俺が適当にカラオケで歌ってると思ってください。な、全然全然、はい、クオリティをちょっと。いや、歌詞出てくださいね、大事なの、はい、別に。じゃあいきます。いやいやいらんねえ写真もイメージいらんいらん目線もいらないしね、そんで俺だから。じゃあまずはパターン A からいきます。はい、お願いします。ポケモンゲットだぜ。B 見ないことには始まらないかな、ね、ニュアンス分かんないですもんね。そうなんですよ。ずっと複数形なんやろな。パターン、はい、B いきます。はい、誰でもゲットだぜ。あー、最初のたとえ己の欲深さにはとっても驚かされる、どれでもいいよと言われればまたらやまされる。めちゃ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 いけ終わってごめんまで必ずゲットだぜ。ポケモンゲットだぜ。イエ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 イ。マサラタウンにマサラタウンに俺はこいつとあいつと旅に出る。見すぎた技不安に億超え何より見すぎて次の技へいつもいつでも決まったよ。いいんだって。一応ね。じゃあお答えを。はい。どちらが、はい、小柳の方だと思うのか。いいですか。はい。B でしょうね。え、ちげで。うん。B。まあ、ワザップでワンパンだよ。ワザップでワザップでワンパンでした。いい。何がですか。小柳パンチでした。そこまでもうバーッ。ワザップの前にもう。ずんずんずんって小柳メーター上がってってワザップで。そうですね。フルシェイキでしたね。見すぎたワザップ。めちゃいけるって言ってたけどね。めちゃいけるって言ってたけどね。めちゃいけるって言ってたけどね。これ違ったら怖いです。いや怖い、ね、最初良かったじゃん、愛の手とかさ、おおとか良かったのに。そうだから急にツッコミとかいらっしゃるんじゃったからだ。替え歌であるならば、うん、
変えなきゃいけないところ、それこそ大木戸博士のところとかを全部変えてたじゃないですか、B は。B ね。A は変えてないとこも。確かに最初だけじゃないですか、うん、替え歌って人が作るってなったらあそこはやっぱ変えたいと思うんですよね。ああ、替え歌やるとか、そうそうなんだ。あ、みんなも B、うん、B でしょ。こんなもん間違いなく B ってこと。わざっぷか、時代がな、ちゃんとめちゃいけ、めちゃわざっぷ。現代のね、チャット GPT が学習してなさそうな言葉だよ、うん、よし、これでもうインター回避じゃないですか、答え発表します。はい、まあ、結構難問でした。そうですかね。こちらの夏はポケモン、はい、どっちが小柳の歌詞なのか、はい、答えは B！チャンネル登録ボタンを。押せ！インテ回避で。まあ、三角かな。三角、まあ、2-2だもんね。やっぱ50秒まで、ただそのやってて思ったんですけど、はい、あのやっぱその一本で作詞に活かせるコンテンツではないですね。いや、まあそれはそうでしょ。なんかワード拾いたい時とか、はいはい、こういう時どういうこと言うっていう使い方はいいんですけど、なるほどね。一本で行くにはちょっと無理がありすぎる。やっぱり韻も踏めないですし、うん、なんか本当にオリジナルみたいな弾き語りのやつももう一問作ろうと思ったんですけど、なんかちょっとしょうもなすぎて。ああ、なるほどね。俺がそっちに寄せるしかないじゃんって過ぎたんですよね。なるほど。そういう系のクイズにするなら、まあただすごいですけどね。だからまあ、ね、作詞でもすごいわとかにはまあ向いてないのかもしれない。短歌作るには短歌作るのは別に、短歌川柳とかね、俳句とかだったらもしかしたらいいのかもしれないけど、ちょっと歌詞をまるっと A、B、サビ、サビだったりと考えるのは結構無理あるなっていう感じでした。ほんまにそうですね。扱ってみてイライラしてました、家で。だよこれ考えた方が早いだろ。イライラしてました、マジで。まあちょっとこれまたチャット GPT は日々進化してるんで、はい、今現状このレベルなんで、はい、多分もっと出てくると思うんですよ。ほんまそうやね、えぐいのがチャット GPT 超えの。それね、なんかそうなった時にまた参戦します。あ、お願いします、はい、その時の方がいい勝負になるかもしれない。いや確かに、ね、まあ、怖いな確かに、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。